さあ、それじゃあ、ブレスオブザワイルドの続きやっていきます。さあ、今回はこのデスマウンテン登山口からスタートしていきましょう。さあ、そして、ホルグポイントを見つけながら、以前行かなかった登山道を登っていきたいと思います。さあ、そしてこの道をゆくゆくは、おそらくこの辺りにゴロンシティがあるからそこまで行ってみたいと思います。まあ、おそらくだけどね。さあ、行きましょう。じゃあ、まずは、目の前にあるコルグ風船、割っていきましょう。おっ、さあ、55個は遠いな。馬っていうのは、おっ、おっと、牧場を取りに行く、ちょうだい。おっと、これは危険。よし、なかなか出さないな。おっと、ごめんなさい、すごく素早いですね。さあ、ここを右の方に行くと登山道かな。よし、おっと、あー、そっか、歩くガーディアンがいるのか。この上か、どっちだったっけな。右か左か、塔から見た時は高いところにあったような覚えがあるから、こっちかな。これはちょっと登るの大変そうだな。なるべくなだらかな方から行きましょう。あれ、そっちだったかな。いや、おそらく自分のスタンプを信じろ。さあ、どうだ。あったあった、よかった。まあ、高いところに登ればね、低いところには簡単に行きますから。俺は、あの辺り。わあ、遠い上に高い。さあ、これは登っていけるのか。そして、ガーディアンに見つかってしまう。ちょっと、やめてください、今、取り込み中なのでございまして。ふう、休憩。さあ、間に合うか。ないぞ。あったあった、ゴール、よかった。よし、さて、歩行型ガーディアンはどうしようかな。お、心を感知したぞ。え、あっち？この辺りだね。ってことは、あの拠点付近にあるってことかな。さあ、マップ、マップで言うと、うん、お、ここは結構怪しい。この辺りに祠があるかもしれませんね。でも、これはどっちかっていうと馬江戸から行く方かな。うん、じゃあ探索会に回した方がいいかな。ベフ島は特に関係なかったんですね。うん、じゃあいいや。さてと、ここからどうしようか。一応ガーディアンをやっつけておこうかな。ただビーム反射はちょっと信用ならないから、普通にやっつけましょうか。ちょっと広めの場所があるから戦えるかな。おっ、さあ、コログポイントがないかチェック。おっ、あのちょっと小高いとこ気になる。これは、よし。さあ、これはビッグブーメラン。ふん、お、いいぞ。さあ、もう一発。お、ひっくり返った。へえ、ほっ、さあ、気持ちいい。もう一発、オッケー。これはちょっと角度的にいいぞ。気持ちいいよね、このビッグブーメラン。わっ、これやる。ちょっと取った、今取れてないの。俺のビッグブーメランどこ行った？あったあった。わあ、ちょっと待って待って。よし。さあ、もう一発。なかなか裏側に当たらない。よし。お、そうやってくるの。へえ。スライスさせることができる。あれ？ちょっと、俺のビッグブーメランどこ行った？
ちょ、お前頑張るな。さあ足はちゃんと破壊できてないっぽいけど、この辺りか、埋まってるとこ当たらないなこれじゃ。はい、お、あ、全破壊してた。よし、さあブーメラン楽しい。普通のブーメランで攻撃したことないけど、あんな感じになるのかな。ああやってたくさん V ヒットするっていうキャラクターがあまり少ないから、こういう時はビッグブーメラン使っていきたいですよね。さてここちょっと気になるかな。待って待って、マップ、まずはまあ湯品庫は後でいっか。この辺り見ていきましょう。おっ、さあ鳥さん、あ、外した、普通に外した。おお、さすが、さすが即射の弓。あ、2体いたんだ。お、おっ、それはちょっと、う、こう、狙えない。やる、こいつ。あー。当たらない。当たった、よかった。すごい動きだな。しかし、感じ、あ、ちょっと、なかなか極上な鶏肉落としてくれない。あ、馬車があるな。馬車からダイヤモンドが出てくるとかそういうことはないと思うけど、念のため。 OK。 この辺なんか随分とガーディアンが残骸が固まってるな。あれかな、化石流とか、化石流って言うんだっけ、火砕流か、押し流されちゃったとか。うん、もっと上かなこれ。さあ登ってみたけど特に何かあるわけではなかったからいいでしょう。さあここはゲイロコ。お、あれはコルグポイントかな。よし、久しぶりに分かりやすい。なかなかいいぞ。こういう温泉っぽいところを入ってもなんか暑くてヘロヘロみたいな感じにならないんですね。見た目は暑そうだけど40度とか60度とかそのあたりなのかな。60度じゃさすがに暑いか、せいぜい35度ぐらいだったらぬるいかな。さあ、祠はもしかしたら手前の崖にある可能性が。おっと、気になるよ、気になるけど、これは降りる、ないか。シーカーセンサーはもうちょっとなんか距離感が分かればいいんだけど、方角しか分からないからな。まあいいでしょう。さあそしてこれはん、気のせいか。お、鳥さん、鳥さんっていうかダチョウさん。お、これは出た。さあ極上鶏肉、一部の鳥から手に入れることがあるとても貴重な肉。味、栄養、ボリューム、どれをとっても栄養満点。焼いても料理に使っても大活躍する素材。おお、さあ生肉ゲット。なんていうのかな、このくさびみたいのって何なんでしょう。山の雪崩とか土石流とかを防ぐためのくさびってこと？それかゴロン族特有の何かの
衣装なのかな。うん、くさびだけだったらあのよくわからないこの赤いやつっていらないよね多分。どうなんだろう。さあデザイン的にどういう意味があるかわからないけど、まあいいでしょう。さあトンネル、場所はというとこの辺りか。お、さあファイアキースがいて宝石が置いてある。うん、おそらくあの辺りには敵が出てくるでしょう。そしてあれが、お、もうちょっとよく見えないけど、あれはなんか転ぶパズルっぽくない？転ぶコピー？どうなんでしょう。まあ今行くっていうのもいいけど戻ってくるの大変だからやめよう。また今度にしましょう。さあ初志貫徹とか言いながら結構浮気してチラチラ見てますけどね。さあそして亀裂のある岩、わーちょっとあっつ、ちょ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 、しかもまたもう一個ある。よし、さてとこれは槍かな。さあ持っててよかった王家の槍。おっと、ああれ、あよかった、気象交渉どっか行っちゃったかと思ったけど。おっと、槍便利だな。さあもう一丁。わっととととととと、うん、あとは特に何もないかな。よし、いいでしょう。最近何かガーディアンからネジとか取れないな。完全にボロボロになっちゃってるのかな。さあこれはポカポカハーブ。お、あ、鳥だ。人かと思った。弓が壊れると自動的にあの集中状態が解除されちゃうんだね。うん、気をつけましょう。さあそしてこれは鎧だけ。お、トカゲー、火消しとか早く隠れんの。お、逃げんの早、欲しかったな。火消し系はたくさん持ってきてるけど。さあデスマウンテン2号目、この先ゴロンシティ。おー、いいね。ここから高温レベル星、ゴロン族以外は火傷に注意ゴロ。うん、高温レベル星っていうのはあれか、レベルのことか。レベルっていうかそれレベル1ってことかな。ちょっと分かりづらいけどどういう意味だろう。ただキャハみたいな感じの意味だったら困るけど。さあ横道、おお、お宝発見。うわー、罠だった。しまった、釣られた。よし、さあ中身は削岩棒。ゴロン族が作った金属製の部品を転用して作られた武器。先端に掘削用の部品が使われており、硬い鉱石も簡単に砕くことができる。おお、岩砕きの階板みたいな感じかな。つまりハンマーの上位版。じゃあ何か置いていこうかな。王家の剣はさすがにちょっと威力あるから取っておこうかな。でもちょっと使う場面ないですよね。両手剣が最近ちょっと多いんだよな。モリブリンバットは置いてっちゃおうか。よし、さあ早速装備。ででん、おお、すごい。先端がなんていうか
確かに掘削用のドリルってほどじゃないけど砕けそう。いいね。あ、これ槍なんだ。ああ、確かに形状的になんか槍っぽいなと思ったけど、ハンマーじゃなくて、へえ。おお、砕いてみたい。これ砕けるってこと？いや、さすがに鉄の箱はどうなんだ？いけるのか？お、いける、すごい。いいね。どうやって突き刺してバラバラにしてるのかわかんない。おお、掘削、掘削、掘削。ちょっと、意外と効かないじゃないか。これ困ったな。さあ装備、そしてアイテム装備。おっ、ふう、もうそんな時間か。さあ、竜骨モリブリンバットの恨みみたいな。でもまあ、なかなかいいものゲットできたかな。雑魚戦では役に立つでしょう。よっ、お、まだあるぞ。ここは関係ないか。今のうちに写真撮っておこうかな。なくしそうな気がするから。壊しちゃうとかね。おお、はい。特徴的な向こう側を撮ればよかったかな。まあいいでしょう。お、さあ馬ステップ。なんかちょっと怪しい感じになってきたけど、これはもしかして馬で行くなって感じかな。なんかすごく険しいけど、つうか目の前にある崖は絶対登れませんよね。はい、じゃあ置いていきましょう。結構厳しい環境のところって馬連れていけない感じが多いな。馬が燃えるかどうかちょっとチェックしてみたかったんだけど、ま、おお、何これ。わっ、ちょ、すごいの来た。さてと、じゃあ燃えず薬いっぱい作ってあるから飲んでいきましょう。さあ11分50秒。へえ、よし。さてと、交渉がある。わあ、ちょっと、まさかのガーディアン2体目。これは、お、砕きやすい、砕きやすいけど、あまり使ってるとって感じかな。耐久アップだよ、嬉しいけど。ハンマー持ってきてないから、まあいっか。壊れそうになったらやめとこう。これはビッグブーメランで戦えるような場所じゃないから、普通に戦うか。おっと、さあこれは撃ち下ろす格好。ほれ、あれ結構遠いぞ。あ、途中で炎の矢になってる。お、普通に当たった。わーい。で、釣られていっちゃうとみたいな。ほい、よし、じゃあ足切っていきましょう。いいぞ。お、クニャクニャしてる。おっ、いいぞ。わっ、よし。さあ全足破壊。わしはここじゃよ。こことか弱点部っぽいけど関係ないのか。あ、まだ生きてる。じゃあ、よし。お、古代のコア。オーケー。さあ、まあまあの収穫。
これって足を全部破壊するといいものが出てくるとかそういうことはあるかな、ないかな。全部破壊とかあるかわからないけど、うん。さあ騎士の槍はいらないかな。すごいなこの溶岩。どっちかっていうとメトロイドっていうゲームに出てきそうな。おあれは、さあドクロの中に風車がある。これは？ここじゃないよね。お、あ、出てきた。遠くない？これは普通の矢で届くような距離じゃない気がするんだけど。届かない、全然届かない。これはゲルドに海にしましょう。さあどの辺りかな、これぐらいかな、もうちょい下。 OK。 さあうまく弾道計算できましたね。こういうのなんて言うんだっけ、一発打ち込んでその差を見越して打ち直すっていうの。まあいいや。これはどうやって帰るんです？おお、いけそう。ほっ、オーケー。溶岩ってどれぐらい熱いかな。この厚げなところは、あ、ちょ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 、ダメか。うん、おそらくこの溶岩っぽいところは厚さレベル2みたいな感じかな、星2つぐらい。さあシーカータワーが見えてきた。なんだかんだ言って裏から行った方が結構楽だったんじゃないかな。さあ気象交渉。おっと、火打ち石は最近売り払っちゃったからまた集めておきましょう。お、結構手に入る。5号薬が使えないのがちょっと残念だけど、しょうがないか。炎ガードは一種の酸素ボンベみたいな感じですよね。さあこの辺り一応見ていきましょう。お、さあ神獣が動いてる、かっこいいな。お、また交渉か。この辺り山が多いから交渉も多いのかな。山が多いっていうかここそのものが山か。お、気象交渉だったらしい。さああっという間に夜になったかと思えばあっという間に朝になる。さあこれは、お、お宝発見。そしてリザルホスも発見。これ、お、これはマグネキャッチしたくなる。お、あら、え、嘘。これはやったーうまくいった。おっと、え、燃えてるぞ。あ、中に入ってたやつか。そっかそっか。さあ、おっ、めっちゃ警戒しよる。よし、いいぞ。さあこれは気づいてる状態になるのかな。警戒していきましょう。これは気づかれる予感がする。不意打ち、よし。不意打ちするぐらいだったら最初からマグネキャッチするなよって話だけど、まあいいか。リザルシールドはいらないよね。さあ中身は電気の矢、まあまあかな。よし、お、さあこれは獣肉、ルピーか。
まあ交渉は多すぎるからちょっと放っておきましょう。さあ現在地、トンネルをくぐってこう来て、そしてここから2号目チェンゴ湖を抜けてこの辺りか。さあそして前回はシーカータワーに登ってからこんな感じで川に沿って行ったんだよね。だから今回は道なりとちょっと内側を見ていこうかな。あそこにも交渉がある。ん？なんだこれ。めっちゃ気になる。お？コログポイント的な感じ？何かあるのかこれ。あからさまに目印だけど。あ、これきっと、コログの風船とかについてる、目ん玉的な模様か？じゃあ何かするのかな？ここに向かって飛び降りろ的なこと？どうなんでしょう？気になる。やってみる価値はあるかもだけど、正直今まで見たことないパターンだから何とも言えない。さあ気象交渉はどんどん破壊していきましょう。さあとりあえず登る。あれか。打ち込む。とりあえず関係ないか。他には、お、あの穴は関係あるかな。もう一個あるぞ。あれ？じゃあ特に関係ないってこと？何かの目印かな？いわゆる登山道を示してる道しるべだとしたら納得いくけど。形が若干違うか。うまく真ん中に当たらない。あ、かわいそう。まあいっか。若干鉄の板の形違うけど意味あるかなこれ。とりあえず飛び降りてみる。ちょっと謎は解けないかな。謎なのかもわからないっていうか。まあいいでしょう。これもしコログポイントだったらもうちょっと考えてみますから、後でやりましょう。もしかしたらなんか自分で調べてるうちにポロッと解けちゃって動画で撮れないかもしれない。おっと、さあ火消しトカゲゲット。さあこの辺りはなんていうのかな。さあたくさん交渉がある。交渉は放っておこう。あまりにもありすぎるから後でひとしきり取っておきます。さあもうちょい山側へ入っていくと、案外何もなさそうなんだけど。あれ？ああ、あれは鳥か。じゃあいいでしょう。上が怪しいかな。このままこっちの方に行っちゃうと直接
行っちゃうよね。丸子坑道っていうところに行けそう。お、ここ怪しい。トロコ崖。トロコ崖か。うん。ちょっと美味しそうな名前にも感じるな。はっ。ふっ。ふっ。ふっ。さあ、この辺り。転ぐポイントらしきところはなさそうだが。はっ。お、さあ、あれはリザルフォスがいるということは何かあるかな。お、ちょっと、あー、燃えず薬の効果が切れたんだ。じゃあもう一杯飲んでいきましょう。15分、これはかなり長い。うん、というかあれからもう12分も経ったんかい。さあ、あったあった。これはかなり怪しい。さてと、まずはくさびに乗って。これさ、溶岩に飛び込めとかそういう転ぶポイントあったりする？ないと思いたいけど。あからさまに飛び込んでくれみたいなところあるんだけど。無理でしょ。上、あ、なんか、ちょっと、崖登ってってください的な感じを感じる。じゃあ上の方に何かあるのかな？行ってみるか？さあ、どんどん道から外れていく。山側からゴロンシティを目指すっていうのもありだよね。このゲームそういうとこ自由だから。さてと、お、あれは森ブリン。上の方になんか巨大な岩石があるとかそういうことはなさげだが、え、もっと上の方に行っちゃうぞこれ。こうやって登ってきて、こう来て、こう来て、うん、丸子池っていうとこまで行っちゃうっぽいけど、どうしよう。これの謎が解きたいからやっぱり登っていくべきかな。さあ、好奇心に負けてしまう。さあ、登って登って。おーっと、真珠が見えてる。さあ、あれが丸子池。お、祠を感知した。どこどこ？見えないかな、これは。これは滝の裏とかにあるとか。あ、あの辺りが怪しい。ちょっと反応が鈍いな。高さが合ってないのか。うん、山の向こう側っていう可能性もあるかも。さて、この辺り何か運んでいけそうな。お、あれは、おお、転ぐパズル。パズルっていうか、転ぐコピー？転ぐクローン。名前は何だっていいか。よし。さあ、乗せるところは、ここか。さあ、入れ。よし。まあ、なんとかここまで登ってきた回はあったかな。今回結構コログ見つかりますね。さすが山。あ、もしかしたら何か埋まってる可能性？鉄とか溶けちゃってるよね。お、焼き上鶏肉、はーい。今まで焼いたことなかったっけ？さあ、池を後にするとどうなる？さっきの崖方面だよね。坑道って言われてるけど、なんか坑道っぽいとこありました？つまりトンネルみたいな。よくチェックしてなかったかも。けど
どうなの？あるの？これありそうだけど、あそこ行く？これはぶっちゃけ探索会に回すべき場所のような気がしますけど、ここまで来ちゃったら気になる人だっているでしょう。これは結構登るの大変だな。まあ行動といってもね、何も飛んでるばっかりじゃないから自然地形でもおかしくはない。さあ向こう側、何かあるっぽいわけではないか。ふう、さあまだまだ登る。きたー、きたーと言ってもまだまだデスマウンテンはもっと高いところがあるけど、うん、さあ辺りを一望できる。あれは関係ないか。さっき祠が反応したけど見えないかな。ここからじゃあ距離がありすぎてダメかな。マップで言うとこの辺りかな。この辺とかちょっと怪しいね。うん、他に特に気になるところはないから、あそこは気になるけど、さすがにこれ以上行ったら戻れなくなっちゃうよね。うん、あそこは？とか言いながら行っちゃってるんだからどうしようもねえな。これじゃゴロンシティに着く前に終わっちゃうよ。とりあえずここは見ておきたいよね。おお、さあシーカータワー、特にコルグらしきところはない。俺は体が燃えるってレベルじゃねえな。お、なんかある。起きてよかったかも。やったー、よかった。ここまで来て何もなかったら悲しかったよ。プン、よし、オッケーかな。さあリザルホスはいるけど無視して行っちゃいましょう。っていうか本来行くべき場所はどこだ。これ一回ここに戻ってからまたこう来た方がいいんじゃないかなって思うんだけど、あ、そんなに変わらないか。さあ逃げろ逃げろ。よし、じゃあ本来のルートに戻りましょう。楽しい冒険でしたね、ということにしておこう。ちょっと待って、迷子になった。結局行動らしき行動は見つからなかったな。お、ちょっと、さあ極上取りに行く。そのうちこの辺りのダチョウが全滅してしまうんじゃないかっていうぐらいやっつけてるけど、おお、マグロックちゃん、あ、この辺りにマグロックがいる可能性あるかも。まあいいや、そういえばこの辺りはなんていうか雨が降る気配がありませんね。結構こういうところってしょっちゅう雨になって登れないっていう状態あったけど、火山だからかな。火山だとなんていうか熱があってどんどん水蒸気を上げて雲になっちゃうイメージあるけど、そうでもないのかな。お、これはもしかして欲しがってたやつなのでは。これをこっちに落とせってことか。方角としてはこっちだけど、あー、あれか。うん、でしょうね、あれでしょうね。じゃあこっちの方に押しましょう。さあ入って出てくる。
さあ今回コログがどんどん出てくる。いいぞ。さあ何かないかな。亀裂の入った壁とか大丈夫かな。うん、結局あのトロコ崖っていうところ何もなかったってことなのかな。もう一回見に行ってみようか。お、気のせいかな。うん、この辺りを一気にゴロゴロっと転がしていく。あ、もしかして落石が普通に来るのかな。お、これはふっ、王家の剣はちょっともったいないかな。あ、こういうので遠距離からズバッみたいな、幹部さんの刀をそういう風に使っていく、便利といえば便利だな。あ、でも角度がダメか。地面を舐めるように言ってくれると楽なんだけどな。さあ怪しげなアーチ、おっと、え、なんか、おお、ちょっとシャレにならないんだけど。しかも心を感知した。それはいったつひどい。これはさすがに耐えられないよ。耐えられないっていうか避けようがないよ。まずお料理食べましょう。つうかあっつ、炎がまずいよ。火がついた。とりあえず落ち着いて食べます。落ち着いて食べるってよくわかんないけど。さあそして硬い防具に切り替えていきましょう。これ意味あるのかな。どっちかっていうとネッサの方がいいのかな。まあいいや。これはえらいことになった。あー、びっくりした。なにこれ、一定ポイントに行くと爆発するの。たまたま天気予報じゃ隕石が降ってくるとか、なんていうの、火山石的なものが降ってくるとか聞いてないんだけど、たまたまか。うん、さてこの辺りはゴロン温泉。あ、これは完全にゴロンシティ側入っちゃいましたね。これは戻りましょう。裏口から入るのも悪くないけど、今回は登山口から入っていきましょう。というわけでトロコ崖まで戻りましょう。せっかく楽しい冒険だったけど、突然のなんていうの、あれなんて言ったっけな。おお、正式な名前が思い出せない。火山石じゃないよね、噴石だ。おっと、これはやるしかない。おっと、これは武器は、ほい、ふう、お、ああなるほど、これを守ってたんだ。おお、いっぱいトパーズゲット。さあというわけでトロコ崖まで戻ってきたけど、このめっちゃ意味深な坂は関係なかったということでいいのかな。あ、向きがなんか逆だね。あれを守ってるみたいな感じだけど、やっぱり何かあるんじゃないのか。お、え、なんか今嫌な音が聞こえたんだけど。わあ、あそこに入っていくっていう感じか。落石、うん、俺はでも気づかれちゃうかな。さあゆっくり行こう。武器はドドンと。そい、うん、最近封印できてなかったからよかった。でも結局のところ関係ないっぽい。
うん、落石があるだけか。お、看板。トロコガケ、ああ、知ってる。普通に書いてあるんだね。何か意味ある、ありそうだけど、特に何もないな。何か、ああ、火消しトカゲちゃんが、まあいいか。お、いるいる。さあ、ようやく帰ってこれたかな？この辺り。さあ、来たー。うん、お！あれはリザルホス。あの辺りは、行ったよね。うん。じゃあ、ここから、行きましょう。お！これは？おお、ああ、これ、炎が出てる崖を避けてよじ登れって、そういうこと？うん。じゃあ、楽なルート来たんですね。楽じゃなかったけど。さあ、怪しげな橋。なんか、洞窟っぽいのがあるな。坑道があるのかな？お、おっと、これはデスマウンテン3号目南採掘場。ほー、あ、消えんの早っ。くそー。お、南採掘場。さあ、あれはたくさんファイヤーキースがいるね。気になるけど、どうしようかな。お、くそー、逃げ足早い。お、お、え、何君たち。あー、ゴロン族の子供？へえ。採掘場だからかなんか安全帽かぶってる。わあ、かわいい。チンチクリンって感じ。あ、その胸にかけてるやつ、関係ないかな？途中にあったあの二重丸のやつに似てるよね。仕草はもう完全に大人だな。さあ、ぐったりしてる。さあ、どうした？ねえねえ、どうした？なんでグレーダ兄ちゃんはいつも文句言ってんのかな？知らないよ。なんで？なんで知らない頃？いや、そう言われても。大人の男の人なら腹を割って話し合ってほしい頃。何それは俺に言ってんの？僕少年だよ。一応、ゲームの中だと。もう食べれない頃、むにゃ。おお。ゴロン族で、ゴロン族はどうなんでしょう？トワイライトプリンセスの頃は結構岩石っぽい肌だったけど、今回は結構プリプリとしたお肌で、もちもちっとしてますよね。ちょっとチョコレート菓子を思い出す色合い。むにゃ、掘って、掘って、ゴロー、ドリルド。さあ、名前がすごく男らしい。ピッケル、ドリル、そして、ププンダ。ププンダちゃんのちょっと言われわかんないかも。さあ、こっちは？お、鉱石があるだけかな。お、ゲット。さあ、火消しトカゲは何匹いてもいい。ん？なんだあれ？違ったか。一瞬なんか祠かなと思っちゃったけど。違った違った。さあ、上昇気流。お、これはピッケル状の形をした岩。つい登りたくなる。お、ちょっとこれは、お、よく登ったな。え、これは？あ、関係ない。お、さあ、採掘作業してる人たちがいる。ただ俺は破壊することはできないのかな？なんか形状が違いますね。お、休憩してる。いや、お、グレーダー兄貴、休憩中なのに何？君は？僕はグレーダー。見ての通りの採掘員ゴロ。毎日毎日採掘採掘やんなったゴロ。ああ、お疲れですか。僕はこんなところでくすぶってる場合じゃないと思うゴロ。お、どうです？僕の腕っぷしの強さを生かせる職場、知っていたら教えてほしいゴロ。腕っぷしを生かせる職場、ちょっとご存じないですね。魔物退治とかどうです？ふう、疲れた。やっとゆっくりお話ができるゴロ。トンジャガ君、さーて僕に用なんでしょ？君は？僕？トンジャガ、ゴロンシティ出身のゴロン族ゴロ。僕たちがこうして鉱石を掘ればゴロンシティが儲かってみんな幸せゴロ。おお、なるほど。
かなり普通に稼いでますね。てか鉱石って結構高めで売れるからみんなお金持ってんじゃないかな。でもこういうところでひたすら単純作業っていうのはなかなか若者にとっては耐えられないのかな。見ての通り鉱石を掘るところごろ、通称南採掘場ごろ。でも今はデスマウンテン山頂にトカゲの化け物が居座っちゃってね。本当なら山頂近くの方がいい鉱石が取れるんだけど、ここで採掘してるごろ。組長、おお、了解。あ、組長、はい。組長っていうのはゴロンシティにいる一番偉い人で、ブルドーっていう名前ごろ。ここや他の採掘場も取り仕切っていて、鉱石を全国に売ることを考えたすごい人ごろ。おお。じゃあゴロンシティは最近栄え始めたってことなのかな。ちょっと寿命とかわからないけどね。組長のおかげでゴロンシティは潤ってるし、みんな頭が上がらない頃よ。うん、なんか一悶着ありそうな話ですね。鉱石の自由発掘権とか売り買いしそうな感じ。さあそして一人真面目に働いてる。お、ボーリンさん、こんな時間に誰ごろ。旅の者です。はっはー、正直に言うごろ。おお、見透かされよる。年寄りの目はごまかせんぞ、ゴロン。実は、旅の者ですってば、さすがに、年の功には勝てない。皆まで言うな、ゴロン。いい目をしておる、ゴロン。わしも、この年までいろいろ見てきたゴロン。お前さんがただ者じゃないことくらいわかる、ゴロン。さあ、何でも聞くがいい、ゴロン。その語尾にゴロってつけると、なんかちょっとかっこいいですね。ここって。ここは見ての通り採掘場ゴロ。わしらが採掘した鉱石を売ることで、わしらの町ゴロンシティが潤うんじゃ。以前はもっとデスマウンテン山頂に近い場所へ掘ってたんじゃがの、今はトカゲの化け物のせいでここに追いやられたゴロ。じゃあここゴロンシティ。さてと、ゴロンシティはあっちゴロ。途中火山弾に気をつけるごろ。それはもう知ってる。あれってたまたま降ってくるのかな。なんていうか頭ガード的なものが欲しいよね。パラセールとかじゃやばいだろうな。あなたはボーリン、ゴロンシティからやってきたごろ。無駄に年を取ってしまったが、まだまだ働けるごろ。さよなら。うむ、ごろ。いや、それごろだけでいいんじゃないですか。無駄に年を取ったという割には、あ、ちょちょちょ、もう燃えずやかが終わってしまったのか。さあ、たくさん作っておいてよかったな。はい。ふぅ。燃えずやくってどういう、おお、人がいるぞ。おい、しかもチャレンジが出てくる。なんか変なマスクしてる。こんばんは。この辺りは夜でもほんと暑いですね。マサーキーさん。それにしてもゴロン族の皆さんはすごいですね。この暑いのに鍋とは。はあ、確かに。私ゴロンシティからの帰りなんですが、土産を買うのを忘れちゃいまして、デスマウンテンに生息している火消しトカゲを捕まえて帰ろうと思ったんですが、すばしっこいのなんのって。あなたはもし火消しトカゲを捕まえたら私に譲っていただけませんか。火消しトカゲを10匹捕まえてきてくれたら、私が持っている大価の防具を差し上げますよ。おっ、ちょっと気になる。火消しトカゲ、ごめんなさい。そうですか、残念です。自分で探すしかないか。トカゲをお土産に買っていくっていうのがまず問題なのでは。でもこの辺りでしか取れない貴重なってことかな。はい、じゃあやります。大化の防具も気になるからね。はい、さあ火消しトカゲを捕まえて、マサーキーからデスマウンテンに生息している火消しトカゲを10匹捕まえてほしいと頼まれた。はい、じゃあ持ってきましたよ。はい、確か今13匹ぐらいいたはず。ありがとうございます。それではこれをどうぞ。さあ、大化の石鎧。ゴロンシティまで旅をしてくる物好きな人間のためにゴロン族がこしらえた鎧。おお、ありがとうゴロン族。石を加工して作られているので耐火性能を持っている。その代わりめちゃくちゃ熱くなりそう。さあ、炎ガード。どうしました？あ、今着替えなかったから。あ、この兜は譲れないのですよ。高価な品でしてね。兜か、欲しいならゴロンシティで買ってください。ゴロンシティならここからさらに北へ向かった5合目ですよ。ああ、お、もしまた
ケシトカゲを捕まえてきてくれたら3匹を20ルピーで買い取りましょう。火消しトカゲはどっちかっていうと、そう、燃えず薬のために使いたいから、ちょっと持ってくる余裕はないかな。さあコンプリート。次からは火消しトカゲ3匹を20ルピーで買い取ってくれるらしい。ちょっと割に合わないかな。200ルピーだったら考えたんだけど。ポーチ。さあ出た、大化の石鎧。シャキーン。ずんぐりむっくりって感じ。さてと、防御力で言うとさすがに劣るかなって感じはするけど、さあこんな感じです。セットで被るとかなり動きづらそう。よし、まあいいでしょう。さあこれにこれをつける。お、完璧じゃん。鉱山作業員だよ。ふん、足速っ。うわー、逃げられた。やっぱりこっそり近づいていかなきゃダメか。さあというわけでゴロンシティは目前だけど、ここ気になるから入っていきましょう。あれ、もしかして、お、あー、ダメだダメだダメだ、熱い。ここレベル3ぐらいないとダメだ。わあ、ちょっとすいません。ふう、わあ、違う、そっちじゃないでしょ。危ねえ危ねえ、ロック音が怪しい。さあ気象交渉。おーっと、これはさすがに、さあ、あれはずっとクジラの骨かなと思ってたけど、どうやらめちゃくちゃでかい巨人の骨かな。来た意味はほとんどなかったかな。じゃあこれだけ砕いてもらっていきましょう。さあ簡単簡単。あっちは行かなくてもいいかな。気象交渉か、燃えるよねこれ。あった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 、よかった。でもちょっと触っただけで戻されちゃうんだ。でもゲームオーバーになるわけではなくて本当助かった。じゃあ気をつけていかないとな。ダメージは回復する必要ないか、まあいいや。これはでも取りづらいですねこれ。あっちゃ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 、ほっほっほっ。おお、こういうルートあり。これはほっ、でもマグマをほんのちょっと触っただけでアウトってことは分かった。底なし沼よりもかなり強力な底なし沼ってことかな。よし、さあとりあえずゴロンシティ目指していきましょう。てか君たちそろそろ起きない？ちょっと、あ、そっか、暇を潰そう、朝まで。はい、さあみんな働きに出てる。おお、頑張ってる。あれ、ちょっとまだ寝てるよ。あれ、ボーリンさん、あー、昼夜交代ってこと。さあドリルドさん、どれだ、これだ。さあ腰を入れるゴロ。おお、おお、なんかすごくいい笑顔。俺の幸せは組長の幸せ、ひいてはゴロンシティの幸せゴロ。鉱石を掘って掘って売りまくるゴロ。おっと、あんたには関係なかったゴロ、すごく元気いいゴロ、さよならゴロ。おうゴロ。元気いいなお前ら。お、掘れば掘るほど儲かるゴロ、いいですね。あなたは、お、採掘会社ゴロン組班長のドリルドゴロ。めっちゃ偉いじゃん。さあ今日も掘って掘って掘りまくるゴロ。お、あなたは、あー、すいません、今間違えました。ゴロンシティって、ゴロンシティとは俺たちゴロンの町。行きたきゃこの道をまっすぐゴロ、ハイリア人なら火傷に気をつけるゴロ。おお、あ、大変ですね。おうゴロ。
あ、別にゴロ言ってなかった。本当はもっと山頂に近い方がいい鉱石が取れるんだが、最近掘れなくなっちまったからこの辺で掘ってゴロウ。ないゴロウ。さあ、ゴロン族の皆さんは何でもゴロウをつければいいと思ってる。いや、別に茶化してるわけではなくて。さあ、いつの間にか頑張りすぎてたっぽい。これは結局何のマークだったんだ？あれかな？山でいうところの何メートルぐらい進んだとかそういうこと？さあ、めっちゃ暑そう。そして、あれは前回苦労した場所。結構危険な場所で採掘してるんですね。敵の配置がだんだん強くなってきてるというか、厄介な感じになってるから気をつけていきましょう。さすがに最果ての方に来ると、そういう配置になってくるのかな？さあ、ここは4号目。何号目まであるんだ？お、また君たちか。こうやって前見ないで歩いてたらドポンと行きそうで怖いですね。お、結構登ってみたい岩がありすぎるけど何もないっていうことも多いから今はやめておこうかな。さあ、ようやくやってきた。後で火消しトカゲもいっぱい手に入れておきましょう。おお、ごめんなさい、怒った。お、祠を感知した。祠やっておきたいな。お、出た。さあ、なかなかのまがまがしさ。ああいう、なんていうかな、ゼルダの伝説って本来味方であるはずのキャラクターとか、いわば乗り物とかたまに思うんだけど、割と敵味方わからないぐらいのまがまがしいデザインとかってありますよね。そういうところがいかにもゼルダっぽいんだよな。さあ、ゴロンシティ、ようやく来れた。ムムム、どうされました？お、ククレンさん。ウォッポン、よくぞ参られたリンク殿。どうしてそれを？そんなことより、そんなことよりって、さっきの火山弾大丈夫だった頃かなり痛かったです。あの火山弾のせいでお客さんが減っちゃって、英傑様ごっこでもしてないと暇で暇で。ああ、それ英傑様のつもりなんだ。うん、ちなみにリンクというのは100年前町の英傑ダルケル様と共に戦ったハイリア人頃、それで、じゃあたまたま今奇跡的に会えたってことが偶然か。詳しいことは奥の組長にでも聞くといい頃。さあ、ダルケル様ね。お、それでハイリア人を見るたびにリンクって呼んでるのかな。真珠を調べに。そんなこといきなり言われてもよくわからん頃よ。そんな真珠の話ぐらいは知っときなさいよ。それでよくダルケル様ごっこできるな。観光で。あれ、さっき真珠に用って言ってたような、ちゃんとフラグ回収してる。お、それはそれは、いらっしゃいませ。は、気にしない。この暑さのせいでハイヤ人はめったに来ないっていうのに、まあゆっくりしといて いくといい頃。じゃあついでにもう一個商売で。さっき観光って言ってたような。商売頃か。確かに昔も今もコロンシティでは宝石がよく取れる頃。でも宝石なんて僕たちにとってはただの硬くてまずい食べ物頃。ゴロン族にとって美味しい石って何ですか？そんな宝石を喜んで買ってくれる部族がいる頃。お、おう、だから組長とゴロンシティは結構儲かってるみたい頃よ。部族って言い方からすると同じゴロン族？違うのかな？わからん。ハイリア人のことなのか、ゾーラ族かリト族かゲルド族
ってイメージも結構あるな。宝石売ってましたからね。うん。さあ、というわけでゴロンシティにやってきたけど、まずは祠を解放してワープゾーンを作っておきましょう。今回は祠はパスして次回に回そうかなと思ったけど、どこにあるんだ？お、トカゲ。つうか、もしかしてずっとここって熱いまま？じゃあ活動するの大変だな。チャレンジが出ちゃった。はい、こちらゴロンの名称、ブロハン師匠のお屋敷ゴロ。うん、名称ね。何の用ゴロ？家？またゴロ？うん。おう。ブロハンって？ブロハン師匠は歴代の技を継承する神聖な鍛冶職人ゴロ。お、そして自分にも他人にもとっても厳しい人ゴロ。かくいう俺も修行と称しゴロンシティ周辺のマグロックを片付けるよう言われてるゴロか、ダルニアこのマグロックのところにはどうしてもたどり着けないゴロ。うん、マグロックをやっつけてるんですね。ああ、誰か代わりに行ってくれないゴロか。さあ、免許改伝への道。フーゴーが師匠ブロハンに認められるためにはダルニア港にいるマグロックを倒さねばならない。しかしそこには簡単にはたどり着けない場所らしく、代わりに行ってくれる人を探しているようだ。それは免許改伝されないでしょう。おそらくバレますよ師匠に。さあ、ダルニア湖、これか。意外と近いな。そんなに険しいかな。あー、確かに険しいかも。さすがにゴロン族といっても溶岩の中は行けないでしょう。とりあえず祠、祠の場所がわからない。もしかしてあの高いところ？お、びっくりした。なんだ、石が転がってきたと思ったら。お、兄ちゃん買って。まさかの体当たりからの結構です。はい、リア人ならいる頃燃えず薬結構です。やけどしたって知らねえ頃てやねえバロー。買うよ。いるかも。へへ、しめしめ、こいつ体当たりでぶつかっといて売りつけるとか、なかなか根性の座ったガキだ。お、特別に60ルピーで売ってやる頃。やめとく。へへー、ざまあ、自分で作るからいいよ。さあ、ああいう輩とは付き合わない。これはここから登っていけ的な、ちょっと違うっぽい。お、よかった。さあ、ひとまず祠を見つけて次回観光していきましょう。あれ、さっきお会いしましたよね。あれ、違う人だ。うん、みんなダルケル様ごっこやってるわけ。うん、魔物も出るし危険ごろよ。はーい、流行ってるのかなコスプレ。あったあった。さあ、ここは下糸瀬の祠。ん、なんか、うわー、ドアッチ、なんかお前吸い込んでる最中かそれ。ちょっとまあいいや。どうなってるこれ。久しぶりにちょっとじっくり見てみる。懐かしい。そい、この野郎。何か、あ、何かいらないアイテム投げてみよっかな。いらないアイテムなんかないけど、これ吸えるかお前。さあ、吸えるものだ、吸ってみろ。おっ、当たったー。しかも俺のリザルブーメランがなくなった。あれは、あー、回収できるけど回収する必要もない。おお。さあ、というわけで今回ここで区切っておこうかな。これからこのゴロンシティを見ていきたいと思います。そして錆びた何か持ってこようか。錆びた剣か何かを持ってきてちょっと吸い込ませてみようかな。うん、残念ながら盾とかは吸い込めないね。自分自身が吸い込まれてみたいんだよな。できますかね。ダメっぽいです。じゃあまた次回よろしくお願いします。じゃあほれ、あ、硬い。へえ、やるやん。あれ、すごい。へえ、ざまー。じゃあまた次回よろしくお願いします。お、北の廃校。